党はネパール共産党統一マルクスレーニン主義派とネパール共産党が8ヶ月間の党統一調整委員会による両党の調整の末2018年5月17日に統一し結成された。だが2021年3月7日、透明を理由に統一は無効化された。2017年10月3日、 ネパール共産党統一マルクスレーニン主義派とネパール共産党の二大共産党とナヤシャクティ党が今後の立法府と地方選挙の連合を発表した。三つの政党はまた統一調整委員会を結成し選挙後に合併すると発表した。2017年10月14日にはナヤシャクティ党は二党との違いを理由に合併から離脱した。残りの2つの党間の連合は 会員で議席の過半数を獲得し、衆議会選挙にも勝利した。党はまた、上院の議席の3分の2を獲得した。選挙後の連邦議会の形成に続いて、KP シャルマウリは2018年2月15日に首相に選出された。二つの政党の合併は当初、元のネパール共産党の決闘時期に合わせて、2018年4月22日に計画されていたが、 残された問題の整理のため、統一が保留された。統一は2018年5月17日に正式に完了した。しかし2021年3月7日、最高裁判所は、同盟の政党がすでに選挙管理委員会に登録されていることを理由に2018年の統合を無効化した。このため党は、統合前の状況に戻り、再度統合するためには、 新たな透明が必要となった、党の選挙シンボルは対応。ありがとうございます。